レッスン3を始めます。Pure and mixed states 純粋状態と混合状態です。ステップ1ノイズワールド。まあ、今までの喋ってた状態については、その量子状態が完璧だと考えてるんですけれども、それがノイズはかけられてないものなんですね。実世界にはそれが作ること、操作作るのは不可能でしょう。 これは応用もできません例えば、友達のラボトリーに行ったら、その友達には、えー、っと、この p のステートを作ってちょうだいとお願いしたら、友達は何か作ってくれるでしょう。その友達が作ってくれる状態がプサ s プ p イ i なんですが、それがまあ、p ではないことが多いですね。 だが、それが完璧に何を作ってくれるか、まあ、それでも使えるんですけれども、実は確率的な状態になるんでしょう。例えば、P1 の状態で、えっと、Psi1 の状態を作ることは可能かもしれないし、P2 の確率で Psi2 の状態を作ったとは、まあ、こういう分布にはなるんですが、その、そのステートが。しょうがないんですね。これが、 世の中の実のことです。すると、まあ、ステイト状態を作ることだけじゃなくて、ステイトの演算とかも同じなんですよね。その情報処理の。その情報処理は、例えばこの U のユニテリー演算をかけてちょうだいと友達に言うかもしれないんですが、まあ、出てくる結果が、 U×ψ、si、ではない可能性は結構高い。まあ、もうちょっとしゃべると、そのかけている U' の,の状態が、それが U ではないですね。まあ、数学的には書くと。これもあのコュレントのエラーだけじゃなくて、それもインコュレントのエラーに,にも。 可能,性可能な,なんですけれども、そのインコヘレントという場合だ,だったら、これがユニテリー演算ではないことのかもしれない。じゃあ、どうしましょう q u a n ムコミュニケーションは同じですよね。例えば、光ファイバーにはステートを通すと、まあ、最初の p のステートを送るんですが、相手のに届くステートが p ではない。 まあ、それもコヘレントエロ、つまりその先の例としては、そのビッ t フリップの X のユニテーリー演算とか、あるいはインコヘレントエロとか、あるいはその光ファイバーに通す格子、光がなくなる可能性があるでしょう。そのなくなることはそれが減衰と言いますね。そのファイバーのアテニュエーションです。これが、 実のことなんですけれども、どうやって数学的にはこれが書けるでしょうどうやって表示して、どうやって対応にはできるんでしょう